本日はこのような機会をいただきまして、まあ、私大変光栄でございます。一般的に、国会議員の挨拶は、まあ、2分とか言われるんですけれども、今日は1時間近くも聞いてくださるということで、まあ、本当にありがたいことと思っております。大学で、に勤めていた頃のことを思い出すあのこともあります。本日は臼井会長様の日頃から本当に私たちをリードしてくださり、私たちの気持ちをまとめてくださり、心から感謝申し上げます。また我が国の防衛庁長官、いらっしゃいます本当に臼井秀夫長官、また事実上大臣、本当にありがとうございます。また本日は司令の皆様お集まりいただいて、私たち女性部に今敬意を表してくれているという感じがいたしまして、ありがたく思っております。社会に広く自衛隊が期待されている、でそういうことを一生懸命、作っていきたい、これが臼井久美子会長の思いで、まあ、私も考えを共にいたしております。で国際情勢、そして我が国の置かれている安全保障環境、これについて今日は主として3つの観点からお話を申し上げたいと思います。まあ、一つはですね、どうやって日本自身が世界から総合的に愛され有効的な環境の中で生きていくことができるのかということ、これが国連外交などを中心とするそのような努力です。からもう一つはテロ、これは最大の脅威になりつつあり、どうやってこれを防ぐのか。から3番目は抑止力、まあ、何と言っても国家が我が国に対して何らかの攻撃を仕掛ける、これを未然に思いとどまらせる、未然に思いとどまらせる、この力が抑止力です。先制攻撃に勝ち目はない、やっぱり国家ですから大きな軍事力で、まあ、向かってきますので、これが発生しないようにする、この3つが大きな課題だと思います。でまず、直近のですね、12月22日国連総会でどういうことが起きたかということから、我が国の世界から、まあ、求められ、その役割が期待されている姿というのをお伝えしたいと思います。国連総会、12月22日我が国提出の決議案、これは世界津波の日という決議案、これを11月5日に定める、こういう決議案、これがなんと全会一致で採択されたんです。で、まわしは我々国会議員も在京大使に会いに行ってですね、その多くの場所は住宅地にひっそり、あなたは国会議員として初めてこの金曜日数の確かに来た人だとか、そういうことを言われながらですね、私たちは手分けして夏の暑い時に全ての代表部、大使館を訪問すると、まあ、ニューヨークとジュネーブでは代表部という表現を使うんですけど、別にニューヨークとジュネーブだけで仕事ができるわけではなくて、東京もすごい中心地ですから皆さん大使と思っていて、でこういう考えでこういう決議案を上程したいんだと。で感動的だったのは、世界の190もある国のうちほとんどが内陸国なんですね。だから津波と関係ないわけですよ。そういう内陸国が率先して自分もコースポンサーと言いますけども、共同提案国になってもいいかと、そうするにはどうしたらいいのかと聞いてきて、で最終的には142の共同提案国、我が国が作ったんですけど、そういう提案国が出てきて、でそれで全会一致で、まあ土をバンと反対はいるかねと言って、国が船を上げずに自分の国家の船をいるかねと言って、誰もいないゴン、これで決定する、これがプロセス採択というものでございます。で内陸国でも水害はあるし洪水もあるし、日本が率先して自ら命を守るということに努力してくれる。しかも東日本大震災の時も復興の貴重な品格ある対応、そして的確な対応、まあ、友達作戦と自衛隊の皆様のおかげにですね、世界がこれを注目し敬意を表したということだと思います。まあ、国連外交は、まあ、自分も軍縮大使でありましたから、自分の本領というか得意な分野でございますけれども、まあ、そこでなすべきはですね、今申し上げたようにいろいろあるだろうけれども、やっぱり日本は
世界の中で我ら重要な存在であるとみんなが思うこと、これは外交的な抑止力ですね。安全保障上の抑止力も大事なんですけど、まず外交上のそういうことをやっていくということじゃないかと思いますね。で、これから11月5日が巡るたびにですね、世界中で、水害、防災、水の災害にどう対応するのか、これを研究したり、相互に知識をシェアしたりですね、津波アウェアネスデーというので、津波の被害について知る日ということになりますので、我が国などですね、自衛隊の皆様で当時活躍された、その役割について、実直に世界に伝えていただく、そういう場面も出てくると思います。それは我が国を取り巻く環境、かつて大平総理が総合的安全保障という言葉を使いましたけれども、我が国を取り巻く環境が友好的なものである。それを、作っていく。世界中の人たちはそういう最適だったのかなと思いました。東アジアの情勢を見れば、非常に不穏な動きをする国々がある。その国々が全て参戦を通したということです。ですから、国家というのは、いろんなディメンションで、ダイメンションで生きているから、その良いダイメンションを引き出してですね、そして、コアの安全保障上の抑止力、これが効果的、そして必要最小限、大きな犠牲を伴わない、こういう実態を確保していくということは、まさに外交の使命だと思っているんです。で、また、私たちには一つの深い思いがあって、この防災平和、こういう平和思想、世界に広めたいと思っていたんです。それはどういうことかというと、じゃあ津波の被害、大きな壁のような黒い水のブロックがダーッと押し寄せるわけでしょ。もうなすべがないじゃないですか。生き残ることは無理なんですよ。そういう場面でどうやって一人もの命を救うかということに世界が全会一致で記念日を設けるんだと言ってくれた、そういう努力をしながら世界がふと気づいてくれるかと、防ぐことができない津波の被害、減災はできるけど防ぐことができない、そのことに対して核も命を守ろうと必死で世界中が努力するとき、防ぐことができる方法で戦争やテロ、命を失うとは何事だと、防災に熱心になればなるほど防ぐことができる戦争やテロ、紛争、そういうことから命が奪われていくということを、ちょっとよろしくないと、どういう理由があってもよろしくない、これが防災平和の思想と言えるかもしれない。これは21世紀型の防災に熱心になればなるほど、戦争、テロ、紛争、こういうことの被害、これは人の力で最初からできるわけだから、もっと外交的に力を出さないと、そういうことにつなげてまいりたいと思うんですね。とりあえず、今年から11月5日、出てきます。世界が日本の主権を求めたい内陸国で、そういうふうに賛成票を投じた国は、万が一にも川を伝わって、最初はそうでしたけれども、川を伝わって、それに来るわけですから、そういうことにどう対処するのか、日本の主権、避難所のこと、女性もどうやって避難して、やっぱり果たすか、そういうことを含めてですね、そういうことです。さて、じゃあ次はテロですけれども、もちろん外交的に他の重要な発想もありますが、ところで私は軍縮大使を務めたんですが、その軍縮という考えがですね、日本と世界は違うんですよ。で、軍縮大使というのは、テーマを祈ったりする大使職じゃなくて、相手をディスアームする仕事なんですね。だから日本以外全員制服組が軍縮大使なんですよ。武器が分かんなきゃどうやって相手をディスアームするか。日本は自分はもうディスアームしてるじゃない、事実上。これ以上軍縮、日本がすることはできないんですよ。だけど、世界の相手、そっちがディスアームしてくれるんですよ。相対的な力関係は、よりイコールになりますから。だから、軍縮大使というのはですね、そもそも軍の専門家、武器の専門家が最も的確に対応でき、もちろん私の大使を務めた代表部、世界に応じる大学というところですけれども、自衛隊から武官といいますか、駐在されている方、いただいておりまして、大きな活躍をしてくれました。だけど、もっと軍縮大使は、指令を経験した人たちがこうなっていると。それは本当に相手を真剣にディスアームしてこそ、相対的なものですから、我が国の立場になると。軍縮っていうのはそういう部隊です。
手が本当にややこしい、どういうふうに起こるのかということを見るとですね、集落に入り込んで人の心を捕まえないとテロリストたちは組織を作れない。でどういうふうに人の心を捕まえるかというと、国家がサービスの供給に失敗しているところ、僕が助けてやる。だからいかに弱い国家というのがテロの温床なのか。国家の基本サービスというのは、食べることもそうだけども、病気になった時の医薬品じゃないですか。子供が大変な思いをしている時に供給がないと国家として失敗していると。そういう一時医療のような供給が失敗している。それで治せるよ、この薬で治せるよ、下痢が止まるよ、本当に止まったと、ちょっといろいろあるけどありがたいと、とりあえずこの子は決めた。でもそれじゃあ上の兄ちゃんたち、僕たちがなんとか学校に行かせるから、そうやって子供へ鉛筆を置かせて新しい国を担がせる、そうやって子供へというのはできていくんですよ。でですから国家が基本的な機能を果たす、きちっとしたステートセントリックって言うんですけど、国家中心の国際環境なんです。これは17世紀のウェストファリア条約の時から変わらないんですよ。やっぱり国家が第一の責任者だから、ちゃんと基本の教育、人道、医療提供できなきゃダメで、できてないところにそうやって入っていく。マフィアと似てるんですよ。イタリアのマフィアはどう成長したかというやり方ですから。そこでですね、国家が提供失敗している基本的ニーズの分野、これを我が国として提供できればいいわけです。国際的な国家間活動 ODA とか提供できれば、その分野はとりあえず国家を通じてサービスが提供されているということになるので、そういう ODA は極めて有効だと思います。テロを防いでいくためにね。それでところで、じゃあ今申し上げた乳幼児の死亡率を下げる、乳幼児の死亡率を下げるのに一番有効な方法は、いろんな研究があるんですよ。大量観察というのをね、モデルを何すると、何が一番乳幼児が下がっていくのに効く変数か、こういう研究は国連でも大学でも私もやりましたけど、意外な変数だったんですよ。それはいくら医薬品をやっても、例えば10年かけてそこの乳幼児死亡率下がらないんですね。もちろんその子は救えるから、それともとおりだけど。で、何が決定的に唯一の機能を果たす変数かというと、女子の識字率。女子が識字があれば、自分の子をですね、どうやって守るか、情報がよりあると。でしょ？この薬を飲ませたらいいか、あそこの診療所に連れていいのか、この人は信用できるのか。字が読めなかったら何も、もう非常にその、シャーマン的な、そういう、神秘主義みたいなことはあるかもしれないけど、ということです。じゃあ、女性の乳幼児、女性の識字率。これによって乳幼児死亡率を下げる。で、テロリストが入ってくる余地をなくす。これやろうじゃないですかということです。それで私は今、学習じゃなくて政策の世界にいるので、政策の世界というのは答えがただ一つある世界。これは本当にすごいことです。学習の世界というのはですね、何も言える、こうも言える。そういうふうにきちっと書き出すことが大事なんです。テロはなぜ発生するのか。大論文が書けます。でも実務だったら、そういうことじゃなくて、どこに予算を集中するのか、答えが一つ出さないと意味がないということです。でもその答え出すのに分析が鋭くなければダメで、大抵の人はその鋭い分析をうまくやらないので、世界にたくさんの費用が、十分なターゲットに行ってないんですね。それで私たちが、これは自民党の、まさに女性部会でちょっと研究したんですけれども、女子が識字を得ると。どうやったら一番いいのか。それは女性も学校にあげるという男女共同参画の思想がないからそうなってたとか、政府代がないからとか、いろんなことを人は言うんだけども、よく研究したんじゃないですよ、エビデンスベースで。女子は今入学はさせてもらえるけども、すぐ辞めちゃうわけですよ。卒業する女子がすごい少ない。ここを分析できるんですよね。で、そこで行き着いたただ一つの答えは、小学校に女子トイレがないということです。で、入学するときはいいんだけれども、思春期になって気恥ずかしいし、男の子たち、もう到底危ないし、親はもう連絡するから、もう学校もいいだろう、十分やっただろう、お家にいなさいと、じゃあお家にいると。だけどお家に
妊娠となって、それで命を落とすのはものすごく多いんです。で、こういうふうに考えていけば、ただ一つの答えは、すべての世界の小学校に女子トイレを作るということです。そういうふうに、予算があまりないわけだから、我が国は世界一の政府の国債の債務の残高を持っているわけだから、そんなでたくさんのオーディエできないけれども、結果的には、そうやって女子が完全な式場を行って、侵入するかもしれないテロリストの集団に、報道されないようにで、そして自分の子を自分で守れるような、そういう役割を果たせるように、そういうことが、多分テロを防いでいくための人の弱さにつけ込みますから、そういうことがないようにする。だから女子の識字率を上げるのがトイレだと。井上さん、すごいこと言うの。ということなんだけど、でもね、分析するとそういうことになりますから、ちょっとやってみてくださいということはですね、政府に言ってるんです。で、そうすると、我が国の女子トイレはどうなってるかと。ね、人に説教するときに、自らの水準をさておきは説得力がないよ。で、ところがね、日本はここまですごい。高速道路のトイレ、世界一だと言われてる。それで綺麗だし、ああいうのがやっぱり文明の水準、先ほどの世界一の意味ではありませんけれども、世界から評価されてて、ただ教育というのは常に遅れている分野だから、なかなかですね、波及しなかったかもしれないけど、今そういうことをきちっとやったらいいんじゃないかと思います。やる全てというのは分かってないけども、学校の女子トイレ、職員室のすぐ隣に、立派にレストルームですから、ちゃんと安心してレストできなきゃダメで、保健室にまで行きたくない。不登校にもなりかけない、レストルームがちゃんとあれば、ちょっと一息ですよ、それで立ち直るんですよ、そういうことを考え、レベルは違うけれども、国内、国外、同じような軸でこのことを考えることができる。あともう一つ、給食ですね、日本の制度で世界から評価されているのは給食、これで、所得の階層にかかわらず、1日1回、完全食を子どもが食べることができ、また給食を学校が提供するとき、午前中だけの授業とかがあるわけね。普通世界ではですね、昼間の時に、お家に帰るわけですから、イタリアとかそれとかでつい最近までそうだったわけですから、そういうことも途上国にないようになるので、全日制の教育を施すことができるようになるね。で、日本の給食制度は、世界なかなか実はないんですね、日本みたいな。管理栄養士がついてて、で結構ちゃんとした献立で、そのピーナッツバターのジェリーみたいなランチボックスじゃなくてですね、でそういうのが参考にされています。でいつかも私お話したんですけど、でもね、世界の人は日本を乗り越えちゃうんですよ、女性は特に。アフリカの女性たちはこの給食素晴らしいと、ところが食材がないんですね。じゃあ食材作ろうと言って、もう農地はたくさんあるわけだから、学校の周り全部耕して次々と作ったんですよ。そしたら余るじゃないですか。それ町に持ってって売ったんですよ。そしたら現金収入、初めて女性がある現金収入、それで運動部とか買ってやるという、日本では考えられない新たな発展もあるし、ですから、テロはどうやって防いでいくのか、基本的な国家が提供すべきことがきちっと提供できて、ステートセントリック、国家中心の社会システム、これができていないとダメだと。で、これができない国家、破綻国家とか言いますけれども、できないからその持ってっていいっていうわけじゃなくて、できるように助けてやると。しかもあれこれもダメで、相手も頭に来ますから、そんなことあなたが言われる筋合いになると。でもね、日本も女子トイレちゃんとやってるから、ちょっとトイレ作らせてくださいよとか、給食制度、ちょっとやりましょう。そしたら、女の子もですね、一回食べてくるから、外で。それは学校に行かせてもらうと。そういう、いろんな絡みも出てきます。あとは、やはり、物事の文明の対立といいますけれども、相対的にそれぞれの文化に見るべきものがあるというポジショニングを取る、それから国内に来た人たちを低賃金労働のような取り扱いをしない、そこは私は日本はすごくちゃんとできていると思います。その間に入管をきちっとそこはコントロールしていると、そこはセットで可能だと思います。そして、最後、抑止力でございますが、この平和安全法制は見事な仕上がりとなりました。平和安全法制が成したことは、我が国の抑止力を改善したということです。で、我が国の抑止力というのは、まず自衛隊の自強といいますか、強さ、
それと日米の安保条約の信頼性と実効性、これを確実に高めると。それで思い出せばですね、この安保条約ですが、戦後日本が独立を果たしたときに占領期を終わって独立を果たしたその同じ日に安保条約は締結させられているんですね。ですからそういう意味では最初の安保条約というのは、ちょっと問題が多かったと言えると思います。これをですね、自らの政治制度と差し替えにこの第一次安保条約を改定したのが総理のおじさんである岸総理なんです。創生延生という言葉もありますけれども、要はですね、対日防衛義務ということが安保条約に最初の時は書かれていないということです。だから区域施設は提供するけど、アメリカはそれ日本を守るだろうけど、対日防衛義務が書いてないんです、条約上、協定上。やっぱりこれだとダメだと思うね、と思ったんです、岸総理がね。それでこの対日防衛義務第5条を書き込む、このために命をかけたんです。で、これを書いてないと今すぐ困るということではない。でも、子々孫孫の時代、これをやるだけのガッツのある総理大臣が出るとも限らないので、このことの真髄が分かる自分が、岸総理非常に強い方でした。自分が直しておきたい。それは平和安全法制と同じなんですよ。今日はすぐその北朝鮮のミサイルが来るからどうということじゃないんです。でも、いずれの日にか、我が国に侵略があり得る場合に、日米安保条約が信頼性と実効性が完全に機能しているという事実を作っとかないと、それは、勝ち逃げることができると思ったらやってくるわけです。国際社会というのはそういうことで、自分が勝ち逃げることができるんだったらやるんですよ。さっき最初に言った、そういうね、国連外交という世界はあるけど、でもやっぱり現実はそういうものだから、勝ち逃げることが絶対できず、米軍が全力のフルスペックで彼らの集団的自衛権を行使して日本防衛の最前線でやる、この実効性というのはどうやって考えているんですか。条約にはアメリカがどのレベルでこの日本防衛、対日防衛義務を果たすと、協定にも書いてないですよ、地位協定とか。それは常に作戦計画の中で出てくる。その信頼性をどう日々更新し続けるか、これが課題なんですよ。どうしてこれを国民は分かってくれられるかと。要は1960年安保改定の岸総理の時代、これはどういうことだったかというと、冷戦期ですから、全ての飛び火するかもしれないことは米ソ軍事対立に起因しているわけだから、だから何かあったら、対日防衛義務が条約上きちっと書いてあれば、アメリカは必ず日本を守りますよ。冷静にやってるんだ。日本がピンポイントになったら困っちゃいます。だから、あの時代の紛争の構造というのが、冷戦期の米ソ軍拡対立ということだったということ。米ソの対立だったという。その中で対日防衛義務が条約上書かれたということ。これが書かれたということで十分なんですよ。アメリカはこの一文があるだけで、日本をフルスペックで守ります。だから、岸総理はそれ以上のことを必要と考えなかったでしょうし、自分がそれを持って、当時は安保条約廃棄、これを唱える国会周辺の空前の反体制運動があって、で、野党と自分を退陣するから、安保条約改定を通してくれという国会の交渉を祈らせて、約束通り退陣した。そうやってこの国は守られてきたんですよ。で、ところが今、紛争の構造が米ソ軍拡対立じゃなくて、さっき言ったテロじゃないですか。テロとか、あるいは国家テロというのもあるしね。そういう時にアメリカがフルステップで日本防衛しますか。それはするだろうと。でも日々の努力が今必要になったということです。日本側の努力が必要なんですよ。対日防衛義務を条約上書いたというのは全く十分で、日米の信頼関係を普段にそのリフレッシュしていくこと、これが政治の使命、
外交の使命、安全保障の使命なんですね。だから去年の今頃っていうかもうちょっと先だけど、安倍総理はアメリカ議会上下両院合同会議でものすごい演説をしました。私はその議場の端っこに出口さん少し座ってていいと言われてサポートしたんですけれども、ものすごい演説だったんです。3分ごとにスタンディングオベーションですよ。一言言ったらバーッと拍手が上がる。まあ、日本はそういう共感 その表現というのはしないんだけど、まあ、アメリカだったらあの時はですね、韓国ロビーが慰安婦のもとで全部傍聴席を埋め尽くすという可能性が十分あったんですけど、まあ、そこをですね、まあ、いろんな努力で、まあ、安倍総理が一生懸命日米の外交的信頼関係、これを求めていくんだからということですね。で、その主たる内容、これは皆さん驚くんだけども、和解です。70年経ってんですよ、戦後。でも、安倍総理は、岸総理がアメリカ議会の演説でやったんですけど、本当の偉い人しか上下両院合同会議での演説をさせてもらえなくて、岸総理はそこはさせてもらえない。安倍総理が初めてこれをやったんです。70年経っても、日米の戦争を完全に精神的にも心のこととしても和解で乗り越える。これがテーマなんですよ。すごい感動的なもので、だから全員スタンディングオベーション。だから外交力っていうのは、そういう一番の根本をちょっと言いがけにしてですね、なんかその上に構築しようとしても、うまくいかずですね、しつこいぐらい根本をきちんとすると、安全保障もそうですけども、そういうこと。だから外交努力も日米の信頼関係を発展させて、対日防衛義務、アメリカの場合でだって議会の承認言いますから。万が一日本が攻撃される場合で。で、今回は公正をもって平和安全公正。それは攻撃的事件というのは日本が攻撃されているということでしょう。でもあと3日だったら攻撃されるのに、それを阻止しようとしているアメリカの部隊になって、でそれに対する対応を、これは OK であると。ということを含めてですね、もうかなりの予見ができるということですよ。根本的な難民の存立が脅かされる事態。だから多くの誤解があるんですけれど、集団的安全保障にはいくつかの概念があって、まず他国防衛というのがあって、それから国際正義の確保というのがあるわけ。そんなちっちゃな国が攻撃されてるかわいそうだと。で、自分は守りに行ってやる。これが国際正義。それから限定的集団的自衛権で我が国の防衛そのものに資する集団的自衛権を行使するというのが今回の平和安全法制。だから野党の皆さんは個別的自衛権の範囲に言えるじゃないかと。ここが実は理論的にはありないことです。個別的自衛権というのは今日ここで私がもう侵略されているという時代でしょう。この辺で明日には侵略されるかもしれないという時に行使するのは個別的自衛権と言ったらですね、かつて戦艦機日本はそう言って満州まで出てた。日本の生命線だと、個別的自衛権の範囲だと。だからやっぱり個別的自衛権というのは本当に本土が侵略されているという事態を持って個別的自衛権だ。であとは部分的な限定的な集団的自衛権なんです。でもやっぱり集団的自衛権の概念を使わないと、それこそが前橋になって、それこそが危ない。もう集団個別的自衛権ってそういったら、キリがないじゃないですか。どんどん広がっちゃいますよね。だから、まあ、そういうことも分かってもらいたかったんだけど、まあ、審議はですね、なかなか十分に、進めることもできたかどうかですね。まあ、今後、いろいろな努力を持って、これは我が国の防衛のため、他国防衛とか、その人道支援とか、正義のためではない。人道支援とか正義のためは PKO でやっている。PKO という全く別の活動があるの、まさに国連の。そういうことで、やらないわけではないけども、今回の平和安全法制の正義は、我が国の事態、これが明らかに予見できるときに、でそれに日米条約でアメリカが対応しているときに、いや、まだあと1センチ日本に上陸してないですよ、みたいなことを言ったらね、対日防衛義務は終わってしまうってことです。だから、この対日防衛義務を条文上かけた、
かけて実効性が確実にある。これがキスオイの冷戦期の時代。今は冷戦が終わって20年も経ってたから、ここは日々の努力、外交的安全保障的あの構成、ミリタリーミリタリーの交流とか合同演習とか、まあ、そういうのも想像そういうことを努力しながら、これからずっと続く課題ですから。アメリカは日本が条約を持っている、唯一の安保条約を持っている国である。そこと合同ができなければ、それが抑止の試みになって、日本を攻撃して立ち逃げることができるかもしれないという一瞬のウィッシュフルシンキングを相手にもたらす危険性があって、そういうことから安全保障は大悲劇に陥っていくんです。で、今私が伝えたことの証明に、近隣諸国が今回の我が国のこの平和安全法制を批判することがないわけです。それは日本がそのまさにステートセントリックと言いましたけど、国家として自己防衛ができないような弱いそのエンティティであるということが東アジア全体のこう問題になるから、日本は日本で自分で完全な自強、自分が強くなるというね、あと防衛費3倍出してできる、フォーリズムとボール勝負みたいなことができる、それができないというんだったら日米安保条約の信頼性と実効性を保たなきゃダメなの。それによって何人にも攻撃しない。それは韓国や中国の利益なんです。大混乱になるじゃないですか。混乱に乗じて誰かが何かをやらせたら自分に被害がいくわけだ。だからどの国も弱くちゃダメなんですよ、今の時代。で、どうやって強くなるかは国によってやり方が様々で、我が国は自衛隊と安保条約、これによって強くなるわけだから、まあ、そういうことを平和安全法制として安倍総理はやってくれたんですよ。まあ、結果的にはですね、支持率もそう下がってないけれどもね、まあ、私も参議院の選挙を迎えるので、それは日々戦争法案反対とか言われるわけですよ。適当に立ったって感じです。安倍総理もそうだけれども、議員一人一人がみんなそれぞれ自分の決意であの法制を通したんです。それが自民党ということなんですよ。で、今日明日のことじゃないんです。20年、30年後にもしかしてという場面で総理がこれができるのか、できないかもしれないから僕がやろう、岸総理もそう考えたし安倍総理もそう考えた。だからそういう高い視点で今回の法制は出されました。もちろん今回の実際には北朝鮮に対する抑止力が高まったとかがあるかもしれないけど、実際にはね、そういうことに関してはもう法案も通すなんてもう全然ダメなので、もうそれはね、一気にその予算のモデルを書いて、その予算付けを何かの形で全力でやらなきゃダメなんで、法を通すというのは今言ったような子々孫孫の時代の総理がこれだけのガッツがあるのかな。で、今回この会場で司令の皆様、そうやって女性の皆様、みんなそのリーダーたちです。安倍総理は今そういうふうにこうおっしゃっているけど、リーダーっていうのはみんなそういうふうにならなきゃいけない。例えばそれぞれの駐屯地やその場所において、自分のこの時代にここは改善しといてやろう、今すぐなんか必要というわけじゃないかもしれないけど、まあ、後々には忙しくなったりしてちゃんとできないかもしれないから、鈴木司令たちはこれやっといてやろう、それが安倍スピリットなんですから、みんな今の国民だけじゃなく将来の国民、これに対するリーダーシップを今自分が持つキャパで範囲で全力でやっていきたい、それがリーダーの仕事なんじゃないかと、リーダーとしていい思いをするとか無縁なんですよ、安倍総理。この使命感で将来のリーダーがどういうことになるか、これを予想しない、想定しないと、予断しない、自分がやらなきゃというふうに思う。まあ、平和安全法制はそんな風に通りました。今実際の機能がどうなるのか、まあ、そこを大事に詰めていると思いますけれども、まあ、今後もですね、まあ、説明を尽くして、でそして、日米の安保条約のもしさらに必要なところがあればですね、でそれはやってまいるということです。アメリカがフルスペックで日本防衛、対日防衛を、それはそうだろうけれども、それに向けての日本の努力が試みていてはダメだと。アメリカ
すときに多くの命を犠牲にするわけですから、日本もそれなりの覚悟を持ってこういう防災を通していってるということなので、どうぞお分けいただきましてですね、サポートしていただければありがたい。まあ、命もどうぞ歩みを続けることができますよ。参議院選挙一生懸命やるので応援していただけたら大変ありがたいと思います。じゃあちょっと長くしておりましたけれども、もしご質問があればお聞きいたしますが、どういたしますか。ひとまず、こういう意見を述べる機会がありまして